ないかな。尽くしなんて命には当てはまらなくていい。なれないかな。尽くしだねって笑いながらしぶと僕は生きていたいよ。やばいっす鳥肌立ったっす。本当ですか。音楽番組で一緒になった時に儚くないも間近で聞いてますし、フェスとかでも聞いてるんですけど、なんかすごいぶっ刺さりました今。花垣武道を演じさせていただきました。ちょっとしみじみしますが、きっとこれがというか今日が東京リベンジャーズという作品 の舞台挨拶だったり宣伝だったりで関われるのはもしかしたら最後なのかなっていう、そんな日に、こんだけたくさんの皆さんが集まってくださって本当に嬉しく思っております。そして、公開もずっと続いていますが、本当にたくさん愛してくれて本当にありがとうございます。ドラケンことリュウグジ契約の山田由紀です。こんにちは。愛されている作品に携わらせてもらっている喜びみたいな。まだ寝てるか。ちょっと寝てる。下が、ちょっと下がまだ寝てる。起きようみんな。みんな、ね、起きてるか。映画見てるから。がっつり見てるのよ。がっつり見てるのよ。いや本当にただただ嬉しいです。で何よりもう感謝の気持ちでいっぱいです。皆様ありがとうございます。間宮祥太郎です。今エレベーター登ってくるときにね、吉沢亮のスケジュールがなかったのかななんて冗談を言ってました、はい、そんなことないです。いつも僕ら3人じゃないですか。竹内、ドラケン、キサキいや、キサキよ、キサキ、キサキよ、ここ大事やん、当たり前よ、キサキよ、ね、決戦当たり前じゃない。ありましたし、最後のそのこういう舞台挨拶というかこういう公の場なんですけど、なんか通り部メンバーと行く映画館に行くみたいなテーマって聞いた？服。あ、そう。そう、だからすっごいラフなの。あ、そう。半袖サンダルとか最後にすっごいラフ。もう競技の結果、もう俺も T1 で行く。俺も T1 なんだ。この暑さは。そうなんだ。そうなんだ。知らなかったんだ。知らなかった。通り部メンバーと、実俳優たちが通り部メンバーと映画一緒に見に行くならこんな格好みたいな。俺もっとラフだよ多分。そう、もうほんとその辺のサンダルみたいなので行くと思う多分。その実際はいいのよどうでも。それは実際はいいの。衣装ではある。というテーマ。あ、テーマってことね、はい。みんなの仲間思いな姿が超絶かっこよくて惚れた。あとはただただ熱くて切なくて泣ける一作、ボロ泣きしてたという反響もいただいております。北村さん、こういった感想を、あ、北村さん、あ、北村さん、今、ああ、はい、お呼び、山田さんももちろんお話しいただきたいんですけれども、耳も寝てるか、寝てるね、一旦ね、はい、皆さんに伺いたいんですが、ぜひ周りの反響ですとか感想で印象的なものを、ヤンキーもの、喧嘩もあり、まあそのちょっと目を覆いたくなるシーンもあるかもしれないんですけど、でもそんだけの人がこうやって熱中して見てくれる、愛してくれるっていうのは、なんかそもそもこの作品のやっぱパワーがすごいあるなっていうのは感じてます。まあ全然今違う現場で、じゃあ例えば撮影とかしたりしてても、その中のスタッフさんがリベンジャーズ見に来ましたよって言ってくれたりとか、前室に全然違う作品なのにリベンジャーズのチラシ貼っててくれてたりとか、なんかそういう風に、ああなんか自分たちがお仕事してる人もそういうなんかこう巻き込んで、あ、見てくれてんだなって思ったりとか、あと妹から連絡が来て、伊勢丹にドラケンがいたっていうのを聞きましてですね、どういうことって聞いたら、本当に髪型と白と黒のニットとそれを完全再現してる方がいて、あ、鬼いなかったよねって言われて、いや、いてないけど、いたんだっていう、なんかその、
そこまで熱狂的になんかそういう風にこうなんかこうキャラクターを好きになってくれたりとかするのって本当にまあリベンジャーズならではっていうところあると思うので、それはなんかすごい嬉しかったですね。はい、いろんな壁に何度も打ち当たりながら、全員で頑張ってきた、そして、全員で一度も諦めなかった、全員がもう竹道のように何度も立ち上がって、前に進み続けたこの作品を、皆さんがまずは愛してくれているということ、本当にそれに尽きますし、ぜひともこの先もですねずっと、愛していただければ嬉しいです。本当にありがとうございました。また会いましょう。